皆さんグッモーニン、今日も元気な霊夢だよ。動画を上げてるのは、午後4時だからな。夏の疲れが今頃来た、マリサだぜ。押し入れの整理をしていたら、1万円見つけました。業務だよ。今日はスピランコースを2つやっていくよ。今やってるコース、2回目の撮影になります。録画ボタンが押せてなかったという、実況者あるあるっていうやつです。Twitter で見つけたコースなんだけど、制作者さん久しぶりに作ったコースらしいよ。うぷ主はスピラン大好きだから、これからもどんどん作ってくれたら嬉しいんだぜ。ちょっと途中で細かいミスをしすぎたかな？これは、ギリギリ間に合わなそうだね。さっき自分が出した最速タイム、更新したかったんだけどな。開幕はいつも同じにスピンジャンプ、バネで弾かれて、下の段でも繰り返します。どうせブラックパックン倒すの、気持ちいいよね。ちくわは右ので降りれば、タイム短縮になると思うよ。ビビリなウプ主は、安心の左側だけどな。下の段の落ちる床は、ヒップドロップをしないとギリギリ届かない高さだね。ここをいかにスムーズに抜けられるかが、このコースクリアできるかどうかの分かれ目だね。今度はさっきよりも1秒ちょっと早く来られたけど、これならどうだ？これなら大丈夫、ちゃんとゴールできそうだよ。レイム、このコースはどうだった？ヒップドロップで落ちる床に飛び乗るの、あんまりやったことないからちょっと手こずったかな？タイム更新ならずか、残念です。では、もう一つスピランやっていきます。小さくなると、ああ。今度のコースはどんな感じなのかな？楽しみなんだぜ。楽しめましたか？死ね。今のところ、少し大きめにジャンプするか、踏切の位置を少し調整するかした方がいいね。その後はギザギザを越えながら、3段ジャンプかな？赤い砲弾をかわしつつ、赤コインを揃えていくんだぜ。で、連続パン投げだね。最近これ多いよね。流行ってるのかな？あ、しまった、ダメージ食らっちゃった。大きい状態必須らしいから、やり直しだな。最初のホップステップジャンプ、ハテナブロックの横がトゲだから注意してね。で、ここでやられないよう気をつけましょう。デジャブかな？はい、まさか同じとこで二度も失敗するなんてありえません。さすが私、皆さん気にしないでください。こいつは数秒前のことも忘れるくらい、バカなんです。どうかブラウザバックしないでください。お願いします。そろそろさっきミスったところだね。今度はメットしっかり隠れよ。同じ失敗、二度はしないんだよね。セイントに同じ技は通じないって、いつか言わなかったっけ？あ、ネタの使い回しはするんだね。もともとネタの手持ちの少ないやつだからな。なんか失礼じゃない？決してネタ切れとかじゃありませんよ。これは、ネタのリサイクルなんです。限られた資源を大切に。そう、これはエコなんですよ。環境保護なんですよ。ゆっくり実況をしながらでも常に地球のことを考えている私。かっこいいでしょ？とかなんとか言いながら、グリボーを虐殺していく赤まんじゅうなのであった。ヨウム、このコースはどうだった？地球環境に配慮したコース、素晴らしいです。制作者の方申し訳ありません。何度でも言いますがこの二人とウプ主は、大バカ野郎なんです。今回は短くてすいません。次は木曜日です。